どうもレンジです。今回なんですけど、結婚者の限定衣装美容師がなんと無料でゲットできるようになりましたので、こちらのやり方、入手方法を解説していきたいと思います。そしてね、これ緊急でいろいろ変わっちゃって、エコーとかでね、お金をかけて買った人に関しては、お問い合わせをすればね、エコーなんかも戻りますので、そのやり方などね、安く買う方法などね、お得な情報を発信していきたいと思いますので、ぜひね、最後までご覧ください。はい、じゃあ早速、ここ上を押して、こうやって見ていきますと、ありますね。こちら、結婚者、美容師、残り12日。で、これ俺もあんま気づかなかったんだけどね。はい。これみんな知ってました？これね、一応ね、限定マークついてて、結構普通に貴重な割とレアだと思いますのでね。はい。まあ、結婚者使わない人でもね、まあ、ゲットして損はないという、思います。で、このなんか背中見て、これめっちゃ可愛くない？はい。今なんか COA 大会やってて、で、その中、オフラインパックっていうね、遊びに行ったらおまけでもらえるみたいなのが、まあ、期間限定販売に変わったんですけど、まあ、こっからが本題で、まあ、これね、エコー限定での発売になっておりました。で、まあ、これ318、エコーっていう、まあまあ、いくらぐらいだろう。318円なんで、まあ、大体1000円ぐらいで買えるみたいな衣装だったんですけど、なんとね、これちょっと不具合で、こちら画面切り替わりまして、お詫び、エコー販売限定衣装の結婚者の、こちらね、美容師が、SR 衣装開放カードでなんとね、アンロック可能になってしまったと。エコー限定のはずだったんですけどね。で、これに対して、お詫びとして、このように申し上げますと。はい。まあ、これね、エコー源なのにね、エコーを買っちゃったよという人に対してのお詫びです。引き換え機能の不具合により、結婚者の美容師が SR の開放カードをアンロック可能となっておりました。今回限り、なんと SR 衣装開放カードでアンロックできる仕様を変更いたしませんということで、これはね、正式にアンロックできるようになりました。SR 衣装で。で、すでにエコーで購入された探偵様はカスタマーサービスにて衣装の返品とエコーの還元をお求めいただきます。この度は探偵の皆様にご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。今後はこのような事態が二度と発生しないよう努力してまいります。皆様のご理解とご支援に感謝申し上げます。アイデンティティ第5人格運営チームという形で、これがね、SR、体験カードでゲットできるようになってますので、今ね、気づいた方などはね、ぜひぜひね、体験カード持ってる方に関しては、ゲット本当におすすめ。で、まずそれが、一つなんだけど、で、次ね、この画面だと、ショップからだとね、体験カード使えなくて買うしかないんだよね。で、まあ、割引カード持ってる人は割引カードでめっちゃ安く買えるんですが、このままね、まあ、エコー、で払っちゃったらちょっとあれなんで、こっちの初心者パックの衣装開放カード、衣装開放パックがある人であれば、これね今68エコーで普通に買えちゃいますのでね、体験カードはい、なんでこっちで買うと、かなりお得で買えますと。うん、普通にまあエコーでもね、全然買えるんだけど、この318エコーで買っちゃうとガチもったいないから、絶対にね、まあ、アンロックカード持ってない人に限り、ここからね、買ってから68エコーで入手してください。そしたらだいぶね、250エコーぐらい、お得で買えちゃいますので、はい。まあ、ちょっと課金したいなと思ってる方はね、ぜひね、初心者パックの方でお願いします。でね、今回ね、ちょっと無理して課金しちゃったのに、運営さんふざけんなよ、みたいなね。はい。で、一応このエコーの還元の、まあ、申請方法なんだけど、まあ、設定をして、お問い合わせかな？お問い合わせをして、で、あ、来ましたね。このいいちゃんのこの画面から、行けます。で、まあ、お金がね、戻ることはね、ないみたいでしたね。衣装の返品と、あくまで、返品と、その、まあ、エコー第5人格内の通貨のみの、還元になっちゃうので、ちょっとここに関してはね、まあ、そんな高くはないとは思うけど、でもまあ無理してね、お金出しちゃったっていう人に関しては、ちょっとやっぱマネーは戻らないということなんでね。はい。まあ次のなんかの衣装にね、エコーを使ってくださいみたいな感じでしたね。ちょっとここはかわいそうですね。まあ一応ね、エコーで買っちゃった人、アンロックカード持ってるのに間違えてエコー買っちゃったよっていう人に関しては、こっちのいいちゃんの画面から、いいちゃんにね、言えば何でも解決します。基本的に。で、これシステム設定をして、その他かな？うん。こんな感じでお問い合わせるっていうのが出てきますので、これお問い合わせるって押します。はい。あ、来た来た。これ。これで、ここのね、問題発生時間や、詳細、キャプチャー画像。このキャプチャーが、めちゃめちゃ大事なので、絶対にね、キャプっといてください。はい。エコで買っちゃいましたみたいな。なんで、このキャプチャーをね、なるべく、まあ、わかりやすいように写真ぽいぽい撮って、このいいちゃんに問い合わせると、割とね、今対応中になって、対応中ということなんで、ぜひね、この美容師ね、結婚した美容師を、エコー318エコーでね、買っちゃってアンロックカードで買いたいっていう人に関しては、これは返金求めた方がいい。で、そして、まあ、シンプルにね、さっきの初心者パックがあるのに間違えて、この318で買っちゃったっていう人に関しては、まあエコをね、返してほしいって思うのであれば、てかまあお得だから、一旦申請して、318エコを戻してから、こっちのね、68エコを買えばね、一応250ぐらいね、エコが戻りますので、はい。まあそんなめんどくさいよっていう人に関してはね、もう全然ちょっとね、大富豪の方はね、お願いしますと。はい。まあ結構ね、いろいろ買えちゃうからね、最近の第5パックで。250エコあれば、はい、ダイスの道、推理の道とか買えるんでね、ぜひね、318エコで買った人に関しては、戻して体験カードで買うのがね、いいよっていう、お話でした。まあ、これもね、結構緊急で撮ったんでね、はい。まあ、ちょっと早口で喋っちゃったんですけど、伝われば嬉しいです。はい、じゃあ僕もね、あ、そうで、体験カードね、そう、大事なこと忘れてた。で、体験カードをね、ゲットしに行くのが、こっちのね、ページから結婚者を押して、はい。で、衣装を押してもろて、いや、これ限定って嬉しいよね。オフライン、ね、イベント行かないとね、本来ダメなやつが、これ限定マーク今もらえちゃうんでね。これなんかあんまさ、運営さんも言ってないもんね。限定発売とかね。はい。なんで、これちょっと気づきにくいね、衣装だと思うのでね。みんなこれ今気づいた人はね、マジゲットおすすめ。はい。限定は本当に貴重だと思うので。しかも安いし。で、この背中のピンクかわいいし。で、これね、まあ、このまま獲得だと、まあ、エコになっちゃうんですけど、この体験っていうね、いつも通り。で、このアンロックカードがね、使えますと。はい、じゃあ僕もね、これを機にアンロックカード使ってみたいと思います。今回のね、昨日星のイベントでゲットしたやつね。さあ、これで、なんと、今回のが実質無料。やったおー、やっためっちゃ嬉しいんだけど、美容師、結婚者。あれ今回のために制作されたやつうん、前からないよね、こんなの。よっしゃ、限定衣装ゲットしたぜ。俺初めて見た。こんなんあったっけ昔から。ちょっとね、なんか分かる方いたらコメントください。はい。よっしゃ、これちょっとじゃあ見てみますと、来ましたね。このようになんと無料でゲットできちゃいました。やったぜ。かわいい。しかもなんか背中がさ、ほんと美容師ってなんか床屋みたいな感じのやつ背負ってて、背中にピンクで、結構背中がこう丸みがある。うん。まあ結婚者使う人はね、もうほんとゲットした方がいいし、まあ使わなくてもね、限定なんで、持ってるだけでね、結構価値が高いものになりますので、ぜひぜひね、挑戦してみてください。ここまでご視聴ありがとうございました。またこんな感じでね、第5動画最新情報をね、出していきたいと思いますので、気になる方はぜひね、気軽にチャンネル登録、ポチッと、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。SNS やね、TikTok ライブなんかも毎日配信しておりますので、気になる方はぜひね、概要欄から遊びに来てください。それではまた次回お会いしましょう。おつかレンジ。